はい、こんにちは。パーカッション高文です。今回は僕が以前からやってみたかったマウントギラを試してみたいと思います。はい、マウントギラ何かというとですね、ドミニカとかアフロカリビアン系のパーカッショニストたちが時々やってるスタイルなんですけれども、このギラという楽器がございまして、まあメタルギロとかね、メレンゲギロとか言ったりするんですけれども、これ本来片手で楽器を持って、片手でスクレイパーというね、こういう櫛のようなものを使ってこう擦るようにして鳴らす楽器なんですけれども、でこれをスタンドとかに取り付ける、まあ、つまりマウントすることによって、もう片手だけでね、これが演奏できるようにしてしまおうっていうスタイルなんですね。でもう片手、空いた片手で何か違うパーカッションを演奏するというようなマルチのスタイルです。はい、このギラサウンドとしてはハイハットとかカバサに近いようなサウンドですので、なんで対抗馬としてはですね、ハイハットとかマウントできるスタイルのカバサとかあるかなと思うんですけども、このギラにしかないメリットっていうのがありまして、それ何かというと、こう刻むのはもちろんできるんですけれども、こう腕のね、回転を使うことによって、いわゆるダウンアップストロークのような効率のいいストロークができるから、結構ね、片手だけで速いプレーが楽にできます。あとはやっぱりこのザーっていうね、擦る、スライドさせるサウンドも面白いですし、まあ本気出せばこう超速いプレーもできます。でこれおそらくなんですけれども、世界中の打楽器の中でこのギラがこの片手で発音できる最速の楽器だと思います。まあ大根おろしをね、おろすような感じになるんですけれども、こういうのがもし使えたら、まあ面白いなと思っております。はい、では早速このギラマウントしていきたいと思います。これはね、特にそのマウントすることを前提に作られてないから、アタッチメントとかないので、まあ、自分で考えてつけるしかないですね。いろんな、まあ、つけ方あると思うんですけど、僕この LP の、ロッドクランプを使ってやろうかなと思います。この取っ手の部分にこのクランプをつけて、この部分ですね、このロッドを刺すところを逆にスタンドにつければいいかなという感じでつけてみたいと思います。はい、こんな感じでつきました。なのでこのクランプにロッドを刺して、このロッドをまたこのシンバルスタンドに取り付ければ、まあ、こんな感じでつけることができると。はい、つきましたすごい存在感ありますね。おお、いいっすね。結構倍音が強いからちょっとミュートしましょうか。これ手で持ってるときはね、こう触れることによってミュートできるんだけれども、若干倍音きついかなと思いますのでミュートします。ワンブーカのジェルミュートがありましたので、これを中に貼りたいと思います。まあ、こういうのなければね、別にガムテープとかでもいいかなと思います。ちなみにこんな感じでミュートしました。おお、おもろい。なんかリズムマシンのハイハットの音みたいですね。はい、というわけでハンドクラップ的な音が出る、LP のサイクロプスシェイカーっていうのをね、足に装備しまして、右手でギラ、左手でカホン、左手でクラップっていう感じでトラップビートみたいなのね、やってみようかなと思います。あのリズムマシンの打ち込みのドラムみたいな感じ。おお、いいんじゃないか。ていうかこれ、この擦るところによってちょっとフランジャーみたいな効果も得られますし、あの DJ のスクラッチみたいな感じになるのかなと思いました。なんかアコースティックの編成とかアンプラグドのね、ライブとかで、まあ、今みたいなトラップビートみたいに使っても面白いだろうし、例えば R&B のね、楽曲なんか結構パーカッション何やったらいいんだろうって困ることが多いかなと思うんだけれども、まあ、そういう打ち込み的なドラムをイメージして、これで
まあ、こういう風にやるだけでも結構様になるっていうか、ね、サウンドするんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次ギラとボンゴでやってみたいと思います。この2つはね、バチャータというダンスミュージックでよく使われる組み合わせなので、結構相性いいのかなと思ったりしております。ちょっとやってみますね。むずい。ああ、結構ね、むずいっす。練習必要ですけども、これ練習したらね、結構使えそうな予感はしております。はい、どうでしょうか。はい、というわけで今回はマウントギラー試してみました。いかがでしたでしょうか。僕の結論としてはね、使えます。はい、これ十分使える。ちょっと練習が必要なんですけども、練習すれば十分実用的、実践的に使えるかなと思いました。まあ、唯一ね、欠点あるとすれば、これですね、スクレイパーを片手で持たなくてはいけないっていうところなので、まあ、このギラを演奏するのにね、終始しなくてはいけないのかなと。他の楽器がね、鳴らせない。まあ、強いてやるとすれば、こう、すぐ取れるところに置いておいて、まあ、なんやかんや叩いて、ギラ使うときだけさっと って やるみたいな感じになるのかなと思います。ちょっとこれね、僕、今後も引き続き、練習、研究してやってみようと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッションとパーカッションを愛する人の皆さんのために毎日情報を発信しています。他にも動画たくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブ使ってパーカッションワークショップもやっておりますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。